それ面を変えないっていうのは軌道に対して面を変えないってことですよね。どういうイメージです。面を変えないっていうのは全然もうそのセットアップした時から何もその操作をしないっていう。パターっぽいんだ。変わんないです。変わんないです。やんないやんない。やんない。そのまんま。釣り気味、はい。しないですね、はい。もう体の回転だけでこうスッとこう、そのハイティーにする意味っていうのはそのこの練習ではどういう意味なんですか。例えば手使います。手使います。手で打ちます、はい、手で打ちます。だから、はい、手で打っちゃうと全然ここで変えてほしい。あー、なるほど、はい。体で押し込んでいく。手を使っちゃうと左飛んじゃうんですか。なるほど。これはアマチュアな人もだから、この状況を分かってたら、はい、人のついてるクラブで高いティーアップして振ったら左に行きやすいってこと。左に行きやすい、はいはい。それはどのクラブでもってこと。どのクラブ、はいはい、そういうことになります。そういうことになります。なりますよね。でこれはそれをさせないように打つ。そうです、そうです。面を変えずに。手が動いたら面が変わりますね、はい。おお、変わんないな、確かに。変わんないけど手の力が今度入るとまた左飛ぶ。ああ、そうなんですか。これも下でちょっとこう押し込む意識もちょっと必要する。はいはいはい。下では腕の力以上に下を使えればこっちは変わらなくなるんですよ、うん、こっちに力が入らなくなる。おお、ほぼ握ってないそういう感じなんですか。へえ。でぐらいの感覚なんだ。はいはいはい。まあなんかちょっとこねてなんかやりたくなりますよね、つい。やっぱり一番人間器用なのがここですから。はいはい。この器用な部分でこのクラブを握ってるわけだから、どうしてもここは動かしたくなっちゃう。なりますね。それをいかにここを使わないかがすごく大事だと思います。ここを使わない分、じゃあどこを使うのって言ったら、やっぱりこう下下半身とか股関節の方に。やっぱり試合だとやっぱそう、ますますそういう風にしないと。そうですね。手を使ってるとダメだってことですね。下を使わないで手だけ。確率が悪いってことね。今は手だけで打ってます。今手だけで打っている。はい。いや、そうやって打っちゃうな。はい。ああ、そうなってるんですね。